俺、インマについて調べたんです。作るにあたってきちんとインマと向き合うべきだと思ったので。真面目か。男を誘惑する悪魔なので色っぽい服のキャラが多かったのですが、サバコマは色っぽさに重点を置いていないので